ロバート・アレクサンダー・ウッドはアメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。愛称はウッドマン。ジョージア大学時代はプロ入り後も共にプレーするカイル・ファーマーとチームメイトだった。2012年の MLB ドラフト2巡目でアトランタ・ブレーブスから指名され6月9日に契約。 契約後、参加の A 級、ローム・ブレイブスで、プロデビュー。13試合に先発登板して4勝3敗、防御率2.22、52奪三振を記録した。2013年は、A 級ミシシッピ・ブレイブスで開幕を迎え、10試合に、登板。4勝2敗、防御率1.26と高騰し、5月30日に、ブレイブスとメジャー契約を結んだ。 同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。8点リードの9回表から登板し、1回を1、アンダム無失点に抑えた。6月18日のニューヨークメッツ戦でメジャー初先発を果たしたが、3回にアンダ1失点でメジャー初黒星を起死した。その後は再びリリーフへ、配置転換されたが、BJ アップトンやジョーダン・シェファーら外野人が故障で離脱したため、 ホセコンスタンザを昇格させなければならず、7月13日にトリプル A 級グーインネットブレイブスへ降格。7月25日に再昇格すると、同日のメッツ戦から先発に復帰。7月30日のコロラドロッキーズ戦で7回を6、アンダ3失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。その後は先発ローテーションに定着したが、9月に入ると勝ち星を挙げられず、 9月下旬からリリーフへ復帰した。この年メジャーでは31試合に登板して3勝3敗、防御率3.13、77奪三振を記録した。アトランタブレイブス時代2014年2月25日にブレイブスと1年契約に合意した。開幕から先発ローテーションに加わったが、4月17日のフィラデルフィアフィリーズ戦から4連敗を喫し、5月に 入るとリリーフへ転向された。6月10日にリリーフのジョーダン・ウォルデンが故障者リストから復帰したためトリプル A 級グーイネットへ降格した6月24日にメジャーへ再昇格し25日のヒューストンガストロズ戦で先発として復帰シーズン終了まで先発ローテーションを守ったこの年は35試合に登板して11勝11敗防御率2.78 170奪三振を記録した。2015年7月30日に、エクトル・オリベラ、パコ・ロドリゲス、ザカリー・バードとのトレードで、ジム・ジョンソン、ルイス・アビラン、ブロンソン・アローヨ、ホセ・ペラザと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースでは12試合に登板し、5勝6敗、防御率4.35だった。2チーム合計では2年連続2桁勝利となる12勝を記録した。 2016年は開幕から先発ローテーションに加わったが5月30日に左肘の故障で15日間の故障者リスト入りするとその後手術を受け復帰は9月下旬になったこの年は14登板で1勝4敗防御率3.73に止まった2017年はリッチヒルの怪我による離脱に伴い先発ローテーション入りした開幕から絶好調で 前半戦は負けなしの10勝0敗、防御率1.67を記録した。5月には、プレイヤーオブザ・ウィークとプレイヤーオブザ・マンスに選ばれた。7月7日に辞退した、クレイトンカー賞の代替として、自身初の MLB オールスター選出を果たした。7月15日のマイアミ・マーリンズ戦で勝利し、これにより開幕から11連勝の球団記録を更新した。 7月21日のブレイブス戦で敗戦投手となり、連勝記録は途絶えたが、最終的に自己最多となる16勝を挙げ、リーグ最高となる勝率、842を記録した。2018年も先発ローテーションの一員として投げたが、防御率3.689勝7敗と2年連続2桁勝利は逃した。ポストシーズンではリリーフとして起用され、9試合に、 登板した。2018年12月21日に、ホーマーベイリー、ジーターダウンズ、ジョスサイアグレートのトレードで、前日のファーマー、ヤシエル・プイグ、マット・ケンプと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。2019年は、スプリングトレーニング中に追った背中の故障により、ほとんど期間を故障者リスト入りして過ごした。最終的に7先発で1勝3敗、防御率5.80に終わった。 オフに FA となった。2020年1月15日にドジャースと単年400万ドルで契約を結んだことが発表された。背番号は2018年まで身につけた57でオプションとして最大600万ドルの出来高が含まれる。オフの10月28日に FA となった。2021年1月14日にサンフランシスコジャイアンツと300万ドルの 単年契約を結んだ。オプションとして、最大300万ドルの出来高が含まれる。腕を、体の後方に長く伸ばして溜めてから、一気に肩越しに背負い投げるような、球の出どころが分かりにくい特徴的なフォームからの、平均球速90マイルパーアワーのフォーシーム、ツーシームに、ナックルカーブとチェンジアップを持ち玉とする。グラウンドボールピッチャーで非本塁打が少ない。2014年までは、 フォーシームを主体に変化球を組み合わせていたが2015年途中からツーシームを混ぜるようになると2016年からはフォーシームを投げなくなり実質3球種を武器としている。ありがとうございます。